面白い草人わら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 草人大好きでもコーナーの方が100倍好きだよわら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 別にさ草人大好きで止めとけばいいのにさ誰々の方が好きだみたいな言わんでよくないそういうのスーパー草人おしっこ草焼きだ断言するお前の趣味思考はコーナーさんよりも俺の方が合う一発マリオ、半当たり地形を貫通するプロペラマリオ、どういうことある言ってみるか。はてさて、どうしたもんですかねということで、ゴール向こうにあるんだけど、ここをすり抜けることできないからさ、多分ね、このギリギリの境のところでプロペラで、こうやることによって1枚コインもらえるんだよ。これさ、プロペラはさ、引っ掛けで、実はこれ、プロペラのこのくるくるじゃなくて、ただのヒップドロップでいけるとかそういう感じなんだよ。ギリギリのところで、ヒップドロップすると1枚コインもらえるのよ。別にさ、コインが1枚欲しかっただけで引っかかったとかそういうわけじゃないんだからね。てかね、このダッシュモード使うと思うんだよな。多分ね、これダッシュ使ってギリギリでヒップドロップでも無理か。違う、プロペラあるってことはあれか。ダッシュ使ってから、これか。あ、なに今の。え、今さ、下入力しかしてないのに終わった後と勝手にトコトコ歩いてったんだけど、どういうこと？もう一回行くよ。ダッシュボードで走った後すぐにクルクルすると勝手に歩く。これ使えばなんとかこうやってスルーに行けるみたいな感じ？めちゃくちゃ可愛い動きすんな。こういうこと、これ、今クイーンだったよね、ここ。今完全にクイーンでちょっとめり込んだぞ。今の感じでちゃんとタイミングよく、ちょっと真ん中より若干右あたりで行くか。それで行けば行ける気がする。今の組み合わせていくと、スル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 、ありがとう草人チャンネルアイテムを選んでクリアしようこちらこそ行ってみようアイテムを選んでクリアしようということで50ポイントありがとうございますということでやっていきたいと思います多分ね、謎解き系のコースなんだよな。この中のアイテムをどれかを選んでクリアしろみたいな感じ。いくつも取っていいのだったらさ、プロペラちゃん絶対取るじゃん。で、ヨッシーちゃんも取った方がいいよな。ヨッシーちゃん取るプラス、ヨッシーちゃんの口の中に何個含みながら行くか。オッケー。どうしようかな。パウで行くか。パウ含んで、この状態でとりあえず行ってみたいと思いますよ。この後にどういう感じの謎解きが来るのか、思ってたんと違うな。どういうことだ。あの音符の中に鍵があって、それを取れみたいな感じ。多分、これ、行くこと無理だよな。行ったところで戻ってこれねえから、どうにかして、何のアイテムが必要だ？とりあえずさ、マリオちゃんが下に行くことができないから、プロペラ取ったところで意味ねえよな。いや、一応連れてってみっか。こいつがあの音符ブロック押すことはでもね、できないと思うんだけど、一応ちょっと投げてみるよ。風邪ひくなよ。もうこれスターしかねえじゃん。だってパウとかピーとかさ、バネちゃん持ってったところで下にしか落ちないからさ、なんかスターだったらさ、右側までずっと一人で勝手に行ってくれっから、こいつを持ってって、で、これ落とせばいいだけだよな。そしたら勝手にスターちゃんが下まで行ってくれっから、逆ーってことだよ。こっち側から投げちまえば俺が取んのかーい。微調整が必要。こんくらい。こんくらいでも無理か。え？無理だね、これ。うまくさ、左側から吐き出す。これでも無理か。ってことはさ、ビリヤード的な感じでさ、こっちに投げることによって、あいけそうじゃないこれ。取ら、これでいただ、よーし、え、あ、よかった。取れた、取れた、よかった、入った。ありがとう、よく、あそこの隙間入ったな。はい、ありがとう。あ、ちょっと待って、終わりじゃね。ありがとう、センキュー。ちょっと待って、裏面だって、焦んだって、草人。こっからよ、こっから裏面に来るんだよね。はい、ありがとう、センキュー。草人チャンネル。ブリコンアフル。嘘でしょ、ブリコンアフル。どういう意味？早速、キチクソだぞ。これ、幅飛びでいけってことでしょ。こういう感じで行って、で、あ、びっくりした。なになに、部長、わからん、わからん。気づくわけねえだろ、すぐによ。大ジャンプして、幅飛びして、この大ジャンプ、あ、これ、こっちは大ジャンプだ。幅飛びだ。幅飛び、これ、むず、ちょっと待って、瞬時にそれ理解しなきゃいけないってこと、クソむずいやんけ。これさ、別にさ、印とかがあるわけじゃないからさ、瞬時に、幅飛びか、大ジャンプかを見極めろってことで、めちゃくちゃむずいじゃねえか。間違えちゃった。集中草人ちゃん呼んでます、皆さん。集中草人。あ、ガチ集中草人。はい、集中草人。あ、ガチ集中草人。あ、ガチ集中草人。ガチ集中草人。あ、だね。ガチ集中さんとこの草人さん呼べば余裕じゃねえか。これ、中間なんていらない、あ、いらない、いらない、いらないってことで、幅飛びさせていただいて、死ぬんかーい。中間ちゃん大好き愛してる、チュ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 、ペロ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 ってことで、やらせていただきます。これは、だって、ギリギリで幅飛びか。こんくらいでいくと死ぬんだよね。いくら死んだとしてももう中間ちゃんにペロペロしときましたからね、僕っちゃね。はい、これで、ジャンプ、ジャンプで、大ジャンプ続くね、大ジャンプ続くね、大ジャンプ続くね。はい、大ジャンプ続くね、大ジャンプ続かないね。ここ、幅飛びだったんかい。わかんねえわ、こんな、あ、じゃあ、ピースイッチの時は幅飛びなんか。あ、そういうこと？あ、そういうことか、俺知らなかった。さっき言ってくれや。もっと楽にできたじゃねえかよ。なんだよ、ピースイッチの時は幅飛びなんか。なんだよ、知らずにやってたわ、俺っちゃよ。え、もしかしてこれでクリア。え、嘘でしょ？いや、もう一回最初から見たかった。もう一回最初から見たら、本当にもう本当にピースイッチだけだった。
幅跳びの場所 P スイッチだけだ。じゃあもう一回確認したいけど、みんな動画巻き戻してくれだ。オッケー。で、これもういらんくないここな。ここもどうでもよくない。もうゴールでよくないね。スターあるしね。何のためにここ入れたの。アイテムあり、ゴールありがとう。草人チャンネル。巨大パイポの海、こちらこそ行ってみよう。巨大パイポの海ということで、なんかもう中間あるんですけど、あ、そうか、中間取った人は死んだら、その次からキノコ状態で来れるってことはいらねえよ、バカタレが。生身で行ったろうじゃねえか、バカタレが。いっぱい出てきた、いっぱい出てきたな、いっぱい、想像を絶する。蒸気を逸してる。とんでもなく蒸気を。でまだいんのかい、まだいんの。ちょっと待って、気すぎちゃった。ちょっと、数を知り、加減を知りなさい、バカタレが。なんで、まだあんの。で、まだ、で、上からもしかしてブラバが落ちてくるんじゃないでしょうね。待って、まだ来る。ちょっと待ってね。はい。上からちょっと怖いな。ちょっと行き過ぎる。て、早くなんないで。これゲットすれば早く行けるけど、今度操作しづらくなるんだって。これ、待って。早い。ええ、ちょっとそれは聞いてないよ。それは聞いてないと思ったけど、普通にゴールできんのかーい。草人チャンネル。500秒スピランということなんだけど、なんか概要欄にさ、ズルできるって書いてあるからさ、ちょっとこちらコース行ってみよう。500秒スピランということなんだけど、どっかにズルがあるっぽいんだよね。こっちが一気に裏行って、裏かなんかゴールできるとか、そういう感じではねえな。え、赤コイン4枚。しかもなんかこれさ、1回1回でズルして取れなそうだからさ、毎回4周は確実にしなきゃいけねえよな。え？本当にズルでき、ベストタイムがね、11秒だったんだよ。11秒で、え、無理じゃね？ゴールできるようなところねえぞ。え？どういうこと？これ普通にさ、このままこう行くじゃん。で、3段ジャンプしまして、この時点でもうさ、8秒とかでしょ？あ、違う、7秒ぐらいだからさ、ここの鍵扉の鍵がもうこの時点どっかになきゃ11秒でクリアなら絶対無理だから、とりあえず鍵探すか。と思ったけどさ、一回ちょっと見てみっか。これ一周して大体どのくらい時間かかるのか見てみよう。一枚赤コイン取った状態で、ね。それで、ちょっとね、一周ってか、このコースの全容を見といた上で、そのベストタイムの11秒ぐらいをどうやって取るのかどうか確認していきたいと思います。各種ルートをね、探していきたいと思いますんでね。とりあえず一周やりたいと思いますと思ったけども、一周長そうだな、普通に。そもそもこれ500秒でクリアできるのかどうかも怪しいぞ。そもそもさ、このコース制作者がさ、ちゃんと、このコースを、まあ、一周、5周、4周か、赤コイン4枚あったから4周か、4周して、正規ルートでクリアしたかどうかもわからんもんな。普通にズルした可能性あるよな。うねえな、マジで気づきづれえことすんな。オッケー、修正できてよかった。もう、まあ、とりあえず普通にやるけどさ、これさ、5周で500秒しっかりやんの、それでクリアできなかったらクソだりーからさ、1周だけとりあえず見といて、その後にズルルート探した後に、このコース制作者のクリチェ時間を見てさ、このコース制作者がちゃんと、クリチェ時間ギリギリゴールしてたら俺もうちょっと確かめてみっか。でもなんか、ちゃんとやらずになんか10何秒とかでクリアしてたら、もうね、確かめる作業すらちょっとめんどくせえから、このコース制作者がそもそもちゃんとクリアしてないのに、俺がその時間とか、な、これはここうぜえな。ここで時間費やすのクソうぜえな。俺がちゃんとやるのもクソめんどくせえからさ、最後、とりあえずベストタイム取った後、それだけ確認しようぜ。ってことで、これでも大体一周100秒ぐらいか。多分これで終わり、みたいな感じだよね、おそらく。そうだよ。これで1枚取るってこと100秒ぐらいだから、まあ、理論上はいけんのか。いろんじゃクリアできるっぽいけど、まあ、めんどくせえや。とりあえず確認しよう。はい、ということで、地道に鍵を探していきたいと思いますよ。こういうと、あ、わかった、こっちか。こっちの裏側、あ、でも、いや、さっき見たか。この辺に鍵があるわけじゃ、ねえよな。え？まあ、めんどくせえな、これ。地道にここら辺しらみつぶしに探していけってこと。クソめんどくせえじゃねえか。あ、これ案外さ、こっちの下からこうやって、あ、ここに隠しあんのかーい。ってことはさ、この下側には鍵はないよな。隠しブロックがこの下側にあるからさ、ここにあんのかーい。まさかのここにあんのかい。あ、これでこっち側にて鍵扉入るともうすぐゴールみたいな感じか。こっち行って、え、まだあんの？
結構遠いじゃねえか、オンブプロッキョ。はい、ということで、ベストタイム目指していきたいと思います。いやね、こういうね、鍵扉がすぐにある系のコースってさ、絶対に赤いコインがもうずれてすぐ簡単に取ることができるか、もしくはもうこういう感じで、投稿者覚醒一発でどっかに鍵があるかの、どっちかだよね。オッケーオッケーオッケー。ということで、これでベストタイム取れたかな？はい、ベストタイムありがとうございます。てか、クリチェ時間見ると、こいつも53秒でクリアしてるから、4周してないでズルしてるじゃねえかよ。しかも、もっと早くゴールせ。I'm a t i t a n